ここは都内のあるお家。そこに住むのは広島から上京してきた3人の女子大生。今日もいろんなことが起きたり起きなかったり。さてさてどうなることやら。Perfumeのシャンデリアハウス第2話、私のハートが盗まれた。あ、いい線いってるよ。本当？うん。あ、ね、ちょっと体をこうもっとこうして。なんでそうなってきてんの。もっと、なんていうのかな。いや、だからもうこうすればいいってもんじゃないんだよ。こうだから。え、なんでそうなんだろう。私これで歩けちゃうから。どうなんだよ。これとかどうすんの。どうしたの、カシュウカ。携帯、うん、なんかさ、うん、今ってさ、可愛い絵文字、携帯すごい充実してるじゃん。してるね。でさ、携帯っていろんな人が使うでしょ、うん、だから例えばお坊さんとかってさ、うん、どんな絵文字使ってどんなメールしてとか気になんない。確かに、どんなメールしてんだろうね。絵文字使うのかな。じゃあ分かんないじゃん、うん、だから例えば、うん、今日はお経で噛んじゃった、えへみたいなさ。ちょっとお茶目な感じに。そんなお茶目な人いる。分かんないじゃん。あ、じゃあ、あとはなんか、うん、あの頭剃ったら風邪ひいちゃった、てへみたいな。あ、ウィンクみたいな。ちょっと笑えないよね。笑えない。確かに若干笑えない。あと何かな。他何あるかな。例えば弁護士さんとかが、裁判で5連勝みたいな。いや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 、なんか軽いけどすごいよね、それ。やだ、素晴らしいよね。あと何だろうね、お医者さんとか、お医者さん手術成功みたいな。あ、ハサミのマーク、手術で使う。あれさ、絵文字注射器とかあるよね。あるね、ピピピみたいな。あ、絶対誰も使わんじゃん。使わない、お医者さん目的よね。あ、絶対そうだわ。そうだよ、そうなのかな。脳みそ見ちゃったみたいな。そうさ、驚いてたじゃん。医者になんないよ。たまにさ、絵文字最後にさ、全然文と関係ないさ、カタツムリとかつけてくる人いない。あ、いる。あ、すっごい分かんないよ。つけるタイプかも。マジか、めんどくさいね。ちょっと返しづらいよね。カタツムリの意味が知りたい。うん、知りたいね。あ、あれ、あれ、え、ない。どうしたの。私のイヤリング、あのハートのお気に入りのイヤリング、そこ置いてたんだけど。あれ、シルバーのキラキラのハート型なの。うん、どこ置いたっけ。あっちじゃなかった。どこに置いたの。いや、そこのステレオの前に置いたんだけどさ。あ、そうなの。え、ちょっと待って、他のとこ置いたことないの。いつもここに置いてんの。どうしよう。空き巣とか。どうしよう、空き巣とか入ったから。違う、100投稿した方がいいかな。空き巣じゃないと思うけど。でも空き巣とか開けます。怖いよ、どうしよう。してよ。100投稿した方がいいかな。どうしよう。どこやったんだろう。あれ、なんだろう。はい、こっち閉まったっけ。何ですか。どうも、どうも。警察です。警察の人だって。ちょっとすいません、失礼します。どうぞ。お願いします、すいません。ちょっと上がってください。上がってますよ。警察の人、すいません。あのですね、あの、実を言いますと、最近ちょっと空き巣被害が多発してまして。はい、ちょっと、まあ、その情報によりますと若い女性が犯人ということでちょっと伺ったんですけども。ちょっといいですか、お座りになって。はい、すいません、失礼します。早く座るな。すいません。すいませんけど、ちょっとお話聞かせていただきたいんですけども。はい、お名前は。あ、私、カシュウカです。はい、はい、はい、カシュウカさんね。あーちゃんです。あーちゃんね、はい。のっちです。のっち、はいはいはい。なんか変わったこととかありませんか。そう、ちょうど、はい、私のイヤリングが盗まれたんですよ。イヤリング。そうなんです、昨日まであったんですけど。おお、イヤリングがなくなった。そうなんですよね。どういったイヤリングが。ちょっとハートの、ハートのシルバーの、シルバーのイヤリングなんですけど。イヤリングが。ちょっと待ってください、それは何時頃の話ですか。昨日学校から帰って外したんですけど、学校、はいはい、
から帰ったのが、はい、確か10時くらい、うん、でその時外してからはもう覚えてないんですけど、うんうん、ちょっと待ってください。どうしたんですか。どうした警部、どうした。これはちょっと怪しいですね。怪しい。どういうことですか。怪しくないですよ。怪しい。だって私たち被害者の方ですよ。空き巣にあった方なんですよ、うん、これは警部怪しさ満点ですね。情によりますと犯人は若い女の子っていうのがあるんですよ。はい、ちょっと調べさせてもらっていいですか。まあまあね、被害者側だからどうぞ全然、うん、大丈夫ですか。はい、どうぞ。疑われてるってこと。完全に疑われてますね。無実は証明してください。3人は学校行ってたんですよね。あ、学校行ってました。で帰ってきたのが10時頃。10時頃です。10時から11時の間、うん、はい、何をされてましたかね。私は確かお風呂に入ってた。お風呂に入ってた、はい、お風呂入ってた。よし、お風呂入った。大丈夫ですか。大丈夫です。あ、はい、何されました。あの、のちはお部屋でラジオ聞いてました。お部屋でラジオ、はい、お部屋でラジオ、お部屋でラジオ。ラジオ。私は、今大好きなチャットモンチーさんの告白っていうアルバムの中の8曲目の長い目で見てっていうやつを聴きながら、ちょっとギターの練習のふりをしながら窓をちょっと拭いてみたりしたり、うんうん、もういい。大丈夫だ、大丈夫だ、いろいろやってた。よくやった。ちょっとこれ部屋見せろが。ちょっと部屋を確認させてもらいますよ。警部、はい、そういうことでいいですね。おい、部屋見せてもらうぞ。おい、部屋見せてもらうぞ。よし、部屋見せてもらうぞ。そうです、どうぞ。違います。3人でここ住んでんのか。そうです、はい、3人で。なるほど、なるほど。え、な、どうして。わぁ、警部。あ、え、わぁ、何ですか。これ何ですか、警部。ほら、え、なんだこれ。それ侍の面面とハゲヅラです。何それ。これは君たちのもん。これが君たちのもんじゃないってことはどこかで取ってきたってことになるぞ。いや、取ってないし。そんなことしないし。君たちの部屋にあるってことは君たちのもんだろ。いやいや、ちょっとかぶってもらいましょうか。かぶったら何かわかるんですか。これがだから取ってきたもんじゃないってことがわかる。そう。ああ、はい、私ですか。じゃあ、かわいいじゃない。意外とかわいいじゃない。そのままでちょっといて。ああ、え、あーちゃんがそれ行くか。はい、くさ。こんなんかぶったの初めて。じゃあもう初めて。ああ、この髪の毛の境が違和感がない。いいですね、これ。ちょっとそのままでいい。そのままでいいぞ。そのままでいいの。そのままじゃないとダメですか。おー、ちょっと待って。なんだこれ、なんですか。うわ、え、また誰持ってる。持ってない、持ってないよね。違う違う、これを本気で持ってる人初めて見ました。てか心配じゃない。わあ、私だ。似合う。似合うな。なぜ似合うんだ。しっくりくるな。すごい。間違いない、これノッチのもんだ。間違いないな。これは君たちのもんだな。もういいぞ。あ、もういいですか。君たちのもんだな。ただな、犯人は若い女性である以外の情報も入ってきてる。お、え、何ですか。何でも犯人は、はい、笑い上戸らしいんだよ。笑い上戸、笑い上戸って。だからすぐ笑っちゃうやつが犯人だという情報が入ってきた。ああ、じゃあ大丈夫だよね。うん、全然違いますよ、私たち。そうか、はい、じゃあちょっと今から試してみていいか。あ、どうですか。はい、よし、じゃあ、おい、おい、日村。はい、面白いことやってみろ。ケイブ、面白いことってどういうことでしょうか。モノマネだ。モノマネですか。よし、はい。子供の頃の貴乃花。あ、どうだどうだ。ああ、ペペみたいでできてじゃじゃじゃ。ちょっと犯人っぽいぞ。まだわかんないか。もうちょっと言ってみるか。ちょっと、うん、リアルなヤギ。だ。
まあまあ、もう一個ぐらい行ってみるか。牛の出産。すごい。どうしたっけ。ちょっとカシユカ以外はちょっと笑ってんじゃないのか。逆にカシユカなぜ笑わないんだ。なぜ笑わないんだ。そうだな、これちょっと逆にみんなにもモノマネやってもらおうかな。なるほど、いいですね、はい、モノマネ。それはいいですね、ケブ。ちょっとね、はい、これじゃああーちゃんからいこうか。はい、今から言うモノマネやってくれ。はい、あーちゃんいくよ。はい。怖い夢を見て飛び起きたアントニオ猪木をやってくれ。怖い夢を見て飛び起きたアントニオ猪木をやってくれ。どうぞ。おお、びっくりしたな。かわいい。あ、いいよ、うん、よかったよ。ケブ、なんかもう僕負けた気がします。うん、はい、じゃあ次、はい、カシウカ。はい、なんだろう。エベレストに登って頂上に着いた時の大悟。エベレストに登って頂上に着いた時の大悟、用意スタート。うわー、気持ちビッシュ。いいね、いいね、いいね、いい大悟できてる。なるほど。じゃあノッチ。はい、ノッチにはこれやってもらう。めちゃくちゃ理想のタイプを見つけたヤギ。ノッチ、これやってみる。よーい、スタート。ビーン。ノッチ、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 あれ。ビーン。いいですね。いいな。いいですね。おいしい。女の子と遊ぶのやっぱあれだね、楽しいね。どうした、どうしたですか。あ、なんでもない。あの、お、まだ君たちの容疑が晴れたわけじゃないんだよ。どこと疑ってんだね。別にいいですけど、ね。実は犯人はな、うん、タップダンスが苦手で悩んでいたという情報が入ってきた。へぇ、タップダンス準備するから。あ、はい、ちょっとみんなベランダに出ててくれ。はい、ベランダですか、うん、私たちが出てると。はい、ベランダ出てくる。わかりました。妙な情報ばっかだな。よし、鍵閉めたぞ。ちょっと待って、そうじゃないでしょ。よしよし、準備できたよ。はい、はいはい、はい、よいしょ。さあ、すごい。私たちも靴を、靴もベランダにあったから履いてるよね。はい、履きました。何があるんだって。よしよし、じゃあ今からこれね、はい、犯人はタップダンスが苦手で悩んでるってことだから、うん、うまくできれば犯人じゃないってことが証明されるから。なるほど、どうだろうね、それは。よし、じゃあ曲流すから、はい、それに合わせて、よし、やってみよう。はい、え、急ですね。急だよ。あれタップなのか。タップだ。あ、うん、タップか、タップかな。できたー。 OK、 OK だけど今のタップなのかな。でもこのカチャ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 の部分でちゃんとタップを、ここ。ああ、そうだね。これうまいですね。これうまいね。何でそんなできるの。今5分ぐらい教えてもらいました。5分ぐらい教えてもらいました。いや、確かにすげえ、やっぱすげえ。僕も今履いてるんですよ。普通できないんですよ。あ、こんなタップなんて、こんな出た簡単に転がってきて。じゃあ、やる。やります。え、ちょっとやってみてください、はい、
なんだ、できんのやりたがりじゃねえか。だから私たち犯人じゃありませんって。そうですよ、そうだそうだ、しかし、したら女の子と遊ぶのは楽しいね。バレるだろあ、そうだ、昼ドラの時間だ。ちょっとすいません。あ、昼ドラね、ドラね、見た。今日いいシーンなんだよね。そうなんだ、ね、ここでニュースです。最近、警察官を装った2人組の男性が若い女性の家に上がり込み、取り調べと称して遊んでいるという事件が多発していますので、ご注意ください。警察官を装った2人組の男性？あれ？なんか聞いたことある。なんか怪しいな。なお、2人組の男性のうち1人は小太りでおかっぱ頭。特徴は女性から甘い言葉をかけられるとすぐ照れるということです。あれ？じゃあ、そろそろ。いや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 、戻れないよ、戻れないと思います。ちょっと待って、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 あなたたち警察官じゃないでしょ。警察官ですよ。怪しい、怪しい、やめてくださいよ。さっきの取り締まりもおかしかったもんね。おかしくない、おかしいことない。急に喋り方が。さっきさ、おかっぱの人はさ、甘い言葉ささやかれたらさ、弱いって言ってたよね。あ、言ってた。おかっぱじゃないっすよ。すいません、名前ってなんて言うんですか。え、名前ですか。いや、名前は日村です。じゃなくて下の名前なんですけど。え、あの、ゆうきです。ゆうきさんですか。はい、あの、え、一目惚れしちゃいました。こんなとこで。ゆうちゃん、ゆうちゃんは。もうダメだ、もうダメだよ。警察官じゃないですよね。はい、ダンサーでした。じゃあ、入れくださいよ。ダンサーでした、失礼した。下は謝るやつじゃないんですよ。自分がですね、はい、女にモテないという、はい、そういう男でございまして、なんとかして女の子とお近づきになってお話がしたいと、この下に、この下にお願いした次第でございます。そうだそうだ、女の子と遊びたい、いけないことでしょうか。いや、いけなくは全然、本当に嘘ついたらどうせ。相談に乗ってくれるんですか。え、はい、ちょっとあまりにかわいそうね。実はあの日村がモテなくて。そうなんです。あの、だから、え、じゃあその彼女ができたら何をしたいですか。はい、やっぱりまあ僕海好きなんで、はい、マリンスポーツとか、あ、ちょっと、え、あの、その妄想にちょっとだけ付き合ってもらって、今や海でそのちょっとやらってもらったりできます。はい、本当にいいですか。ちょっとじゃああーちゃん、ちょっと今乗せてやってもらっていい。はい、海に行った時のバージョン。はい。ベン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 。いや、今日楽しいね、あーちゃん。うん、楽しいね。よし、あ、海だよ、ほら、海見えてきたよ。え、ほら、あ、ほんとだ、海綺麗だね。綺麗だね。あーちゃんの方が綺麗だよ。あ、ごめん、なんでもない、なんでもない。よし、あ、着いたよ。あ、海すごい。俺も海パン、家から入ってきたんだ。家から海パンです。家からもう入ってきたんだ。準備万端。何やってるの。はい、行くよ、行くよ、ありがとう。よし、あーちゃん、私服じゃねえか。ほら、うわー、あーちゃん、こっちおいでよ。私、焼けたく
だからあっち行ってるね。あんちゃん、いなく、クラゲが。何このデート、何これ。あーちゃんでもどうだったの今の感じ。え、楽しかったです。本当、海パン家から入ってきてる準備万端は OK。 あー、そこはちょっと気持ち悪い。他に何か行きたいってことはない。やっぱ野球観戦ですね。あ、野球なんだ。じゃあちょっとこれ、ね、どっち、どっち、どっち、野球観戦行きましょうよ。僕はもうカープ本当好きですから。 あ、そうなんですか。日村さんは3歳までだっけ。はい、そうです。広島。僕も生まれが広島の。あ、いいね、こういうデートでもいいな。イエーイ。カープ好きだよね。大好き。誰がカープ一番好き。誰が好き、誰が好き。佐藤。佐藤。俺はやっぱそうだね、翔太。翔太ね。いいよね、翔太。走ったからつった。大丈夫だよ。しかしさ、カープっていう球団も本当に素敵な球団だよね。本当だね。終了これ。すいません。いや、偽警官だったけどさ、全然悪い人じゃなかったよね。こういうのをさ、罪を憎んで人を憎まずって言うのかな。そうだね。あ、にしてもさ、私のイヤリングどうしたんだろう。あ、解決してない。そうだ。あれ、のっち。いや、あれ、のっちどうしたの。なんか耳にキラキラ光ってるけど。え、あれ、私の。あれ、ちょっとのっち。ごめんなさい。だって可愛かったんだもん。なかなか言い出せなくってさ。うっそ、人騒がせなんだから。ま、こういうのも罪を憎んで人を憎まずということで、お後がよろしいようで。よろしくない。ちょっと元気しか。